新しいシーズンが始まりました。スノーストームシーズンということで契約見てみましょう。新しいやつが増えてます。契約ね、スノーストームバトルパスボックスということで、バトルパスって書いてありますけど、この500クラウンでね買えます。で、詳細を表示しましょう。こんな感じで無期限のね、あの武器がね手に入るチャンスがあります。ちょっと中見てみましょうか。あのね、強いっす、本当に強い。ライフルマンのね、このアサルトライフル、ダメージ92で RPM も高くて、範囲もね広くて、弾倉サイズもあって、もうこれは強いですね。本当に強いと思います。これいいですよ。なかなかね、90超えで、まあ、なかなかこうね、遠距離も狙えてみたいなやつは割とあんまりなかったんで、ちょっと強いと思います。これはいいっすね。まあサプレッサーとかもね、いろいろ装備できるといいですよ。これショットガンね、ショットガン、うん、まあまあって感じですねまあまあって感じですね。まあでも強いんでしょうね。あんまりショットガン使わないんでちょっとわかんないですけど、まあ強いと思います。まあまあ強いと思います。でこれ MPA10SSTX スペシャル吹雪ということで、強いですね。これも強いですね。まあちょっと若干遠距離が狙えないかなって思いますけど、まああんまり気にしなくていいですね。もう遠距離に関して言うとね、タップ打ちでも全然当たりますんでね、遠距離はね。うん、まあ割とレートがもうマックスなんで、これは PVP で相当強いんじゃないでしょうかね。打ち負けないというか、これは強いと思います。すごいですね。これはやばいですね。で、スナイパーライフル。ね、スナイパーライフルも、まあ、標準のボルトアクション式で、まあ、なんか350なんでね、まあ、割と、まあ、普通かなって感じですかね。はい、あ。まあ、でも、強いんかな。どうなんでしょうかね。まあ、特殊サイレンサー、特殊スナイパースコープとかありますんで、おそらくね、当てやすいんじゃないかなと思います。まあ使ってみたことがないんで本当に分かんないですまあ使ってみたらね、当てやすいとかあるかもしれないんでね、まあ、もし手に入れた方はね、感想をね送ってみてください。まあおすすめはこのアサルトライフルね、この KACPDW とこれですよ、 MPA10SSTX。 これは強いですね。素晴らしいと思います。で最後ね、これツンドラっていうマカロフピストルですね。いいですね。強いですね。140で、まあ、RPM もまあまあそこそこありますけど、まあ強いと思います。これはね、弾倉サイズがちょっと若干心もとないかなって感じですね。 PVP かな、これはどっちかっていうと。 PVE だとちょっと使えないかもしれないですね。でもダメージがでかいんで、まあいけるかな。まあ、強いです。まあまあまあ強いです。本当に強いです、はあ。今回なんか結構当たりの契約というかね、まあ、500クラウンあれば PVP クイックマッチもしくはランク戦で5回勝利するっていうのをこなせばですね、1回飽きますですね。で一応買ってみましょう。こんな感じ。で完了、すぐ完了させたい方はここで買うって感じですね。20系で。まあ PVP をね、まあ割とやってる方っていうのはもうこれガンガンやっていいんじゃないでしょうかね。まあちょっと試しにね、ちょっと開けてみましょうか。完了。はい。特別報酬いただきました。こんな感じでね、ボックスを一つ獲得することができます。開けてみましょう。ん？なんか、開けなかったけど。なんすか？何が出たかがちょっと分かんないですけど、はい、こんな感じで、まあ1日1回って感じかな。この開いたらね、今残り24時間になってますけど、こんな感じでクラウンがあれば1日1回かはできると思います。はい、バトルパス強いと思います。これね、まあクラウンがない方は一応ショップの中にあります。ここ課金になるんですけど、これ同じやつがね、こんな感じです。購入で、こんな感じでガチャでね引けますんで、まあ一回引いてみましょうか。じゃあね、もう行っちゃいましょうか。でもね、お祭りですよこんなもんね。出たらいいなって感じで、でオープンしてみましょう。まあ出ないですねこんな感じで、これですね、今回の結構目玉というか SED 以外はね全色紙あります。
一応見たんですけど、一通りね、これ詳細を見てみると、もうほぼね全部同じです。内容はねこんな感じでね、2アイテムで体力にアーマーポイント2回復するっていう感じですね。まあ4アイテム全部装備したらセットボーナスが発動しますので、アーマーポイントもね165ぐらいありますんで、ちょっと強いですね。割とこれは取っててもいいような気がします。まあ、割とその体力とアーマーポイント2っていうのがちょっと低いんですけど、まあ、あのエピックで舞台長シリーズよりはあの安くね修理ができると思いますんで、まあ、やってもいいんじゃないかなと思います。で割ともう早めに購入しないと結構ねめんどくさいので、あの PVP5 回勝利とかね全職種やらないといけないのでちょっとめんどくさいんで、もう早めに購入しとくようにって感じですね。まあ、一応私は購入しましょう全部ね。はい、一応ね全部ね今契約してきました。でこんな感じでライフルマンを使って PVP で5回勝利とかありますん でまずはねちょっと全職種で5回勝利しなくちゃいけないんで、割と PVP にもうねあのかかりっきりになると思いますけど、まあねここの第一ステージさえ乗り切ればあとはね PVE でも大丈夫だと思いますんで、まあちょっと PVP やってみてください。割と強いですこれはね。前回の契約のこれ、前回の契約のやつね、これはねなんかあの回復がなかったんですよね。体力のみで、でアーマー回復がちょっとなかったんで強いと思います。あの吹雪シリーズはね割と強いと思います。はい、なのでもう割と見といたらいいんじゃないかなと思います。でバトルパスですね、次はねバトルパスが来ました。こんな感じで、まあ、ツンドラスキンですね、まあ、スキンがあって、まあ、バトルパスを変える方はこんな感じで 999K ということで、なんかいいなと思ったら割と買ってもいいんじゃないでしょうかね、あのバトルパスをね。このバトルパスレベル30になればこの武器がねあのもらえるんですけど、このねスナイパーライフルも割と強そうですね。まあ、PVP で使える感じかな。355になってますね。この AMPDSR1 がねカスタムということで、もうほぼねあの全部あの経験値でもらえるやつがなんかカスタムで出てきたって感じですね。 H&K UAP カスタムとかねちょっと強くなってるって感じです。エースバルとかね、これもエースバルもね割と強いですね。はい、なのでまあバトルパスを買った方でまあ30とかになった方はね契約してもいいんじゃないでしょうか。まあ、大変です、結構ねもう毎日がっつりやってないと結構きついかもしれないですね。でこの最後がゴールドバージョンのアサルトライフルを持ってないとダメみたいな感じになってしまうので、あのゴールドバージョンね持ってない方はもうこの K でね済ませるみたいな感じでもいいと思います。ゴールドバージョン持ってない人はね。であと、まあ、ショップ行ってみましょうか。こんな感じで AK12 40% オフとかねいろいろあります。ショップもねまあチラチラ見て、うん来た。私のおすすめはこのトンプソンですねあの子来てましたね、トンプソンね。マジでサブマシンガンで PVE で割と使えるのがこのトンプソンです。これはもう本当に強い。PVE をね割とやってる方はこれ買って損は絶対にないと思います。ちょっとね 40% オフでだいぶね安くなってるんですけど高いですね。まあ、1500円ぐらいかかりますけど、これは超絶おすすめ、本当におすすめ。サイボーグに与えるダメージもプラス 50% になりますんでこれは強いですね。はい、こんな感じ。まあ AK ねAK ねとか言ってはい、まあまあこのオリジンとかねまあいろいろ強いです。これもね RPM が割と早いんでこれはおすすめですね。オリジンもね AX308 もこれ割ともう前からあるような感じですね。サイボーグに与えるダメージは 250% ということで、なんか結構今回はあの目玉商品が PVE 用って感じですね。強いと思います。はい、でランダムボックス、このウォーフェイスドルで買えるやつ、私これね RPD カスタムあのまあ、7万ぐらい使ってオーフェスドルねやっと手に入れました。このゴールドね、これ本当に強いです。あの RPD カスタムはね PVE やられてる方はね買ってもいいと思います。これは強いです。あの120発ありますんで、あの弾素サイズがねこれは使えます。でサイボーグにもプラス50ということで、あの無課金でねやられてる方で、あのライフルマンのこのライトマシンガンですねが欲しい方は挑戦してもいいと思います。これはねゴールド
でゴールドが出なくてもこの無期限の 1% のねこの普通のカスタムのやつも出ますんで、ただこっちにはあれがないんですよ、サイボーグに当たるダメージがプラス50がないので、まあ、できればこのゴールドが出るまで諦めずにねちょっとあの何度か挑戦してみてもいいんじゃないかなと思います。はい、まあ一回500ボックスなので、でどんどん安くなっていくんでね、まあこんな感じで、はい、回してオープンすると 0.1% なんでね、あんまりちょっとね出ませんので、こんな感じタイプ97、これあのなんともいいですね、これはね、あのランダムボックスこのねゴールドがないやつは回さんでいいと思います、本当に。まああんまりね強くない、このサイがもう正直あんまり強くなかったですね、使ってみた感じ、リロードがすごく長くてこれはねあんまり強くなかったです。ただこの RPD カスタムのゴールドに関してはもう強いですこれは使えます。あとはあのこのストアね、あのなんか新しくバージョンアップになったんで、またねなんか新しいエディション的なやつがね出てくると思うんですけどね、そろそろね、今のところあの各コンシューマーあの何もね新しいやつなかったんで、まあまあちょこちょこ見てますんで、なんか増えたらまた動画にしていこうと思っております。はい、まあ、そんな感じで今回契約の中のおすすめというか、吹雪セットが本当におすすめということで、体力とアーマー地味にねこのいいので2回復はね割といいので、もう獲得してみてください。でこのインベントリーのね舞台長シリーズがやっぱ強いんですけど、舞台長シリーズはあの修理が高いので、英語で言うとねウォーロードシリーズっていう名前なんですけど、あの一番高いです、あの修理はね、まあ、割とこの費用をね修理の費用を抑えたい方とかはさっきのねこの契約の吹雪シリーズとか結構ね今回は本当におすすめです。ではそんな感じで、またね新しい情報とかがあれば動画にしていきたいなと思っております。ではそんな感じでご視聴いただきましてありがとうございました。ではまた。